んにちは。こんにちは。こんにちは。ひでもさんは、スプラトゥーン3のダイレクトを見たか？見たよ。あ、見た？見た見た。面白そうだったよね。あ、面白そうだった。なんだろう。新しいフェスのさ、うん、鳥からバトルってのがちょっと、俺やりたくて、うん。なんか陣営がグーとチョキとパーがあって、3種類のチームから選べるみたいなんだけど、ひでもさんはどのチームにするか決まった？決まったよ。あ、決まった？決まった。俺も決まったんだ、実は。実はね、俺も決まったの。知りたい？知りたい。知りたい？教えて。内緒。え？落ち込んだ。ゆるく俺内緒だから。なんで？教えてくれたっていいじゃん。ドラちゃんはさ、グーとチョキとパーどれがいい？どの陣営に俺は入ればいいと思う？ドラちゃんが決めてくれたとこ俺入る。どれがいい？グーだったらタッチして。チョキは？パー。グー。チョキ。チョキ！チョキ！チョキです！チョキになりました！私、チョキになりました。チョキの方よろしくお願いします。僕はチョキ陣営で戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、これはうなチャンネルの動画見たらわかるぞ。みんなはこの後俺決めた時の動画流すから、ひでおさんは後でうなチャンネルの動画を見てくれ。わかった。見る見る見る。で、ひでおさんはさ、どこにしたの、チーム？教えないよ。そんなの言わない。秘密秘密秘密。内緒内緒。内緒。教えない。じゃあ、お互い内緒ってことで、次の動画でちゃんと言おうか。うん、わかった。ああ、同じチームじゃないといいね。そうだな。じゃあ、頑張ろう。うー。